スブタイスブタイは、モンゴル帝国の軍人、ウリアン海部の出身。漢文では、即別学大や、即不大、雪き不大とも表記され、ペルシア語資料では、エス SUBDE、E ボホドゥールとして現れる。名前に含まれるスベイは、脇腹を意味する。同じチンギスカンハイカの軍人であるジェベ、ジェルメ、クビライノヤンラと共に、四区の一人に数えられる。ジェルメの弟。 スブタイの出身である、ウリアンカイブとは、元来、中国東北部北部から、シベリア南部にかけての森林地帯に住む、狩猟民の盆晶であったと見られている。そのうち、12世紀頃に、モンゴル高原に進出した一派が、モンゴル諸部族の霊属集団として組み込まれたようで、現状筆の伝承によれば、ブルカン竹周辺に、潜住し、モンゴル部族の塩素ボドンチャル閣の頃に、 征服されて、これに霊従したとある。また、原始、即不代伝によれば、チンギスカンの五世の祖であるとんびないセチェンの時代に、従属関係を結んだことが述べられており、ジャライル部族と同様に最も早い時期に、モンゴル部族集団と従属関係を結んだ、有力かつ大きな祝いわゆる、不代の霊神の部族集団であったと考えられている。メルキトとの戦いを終えた。 チンギスカンがアンダのジャムカと決別した後、スブタイはチンギスの元に帰参した。チンギスカンの景宿に入り、オルドの警護を命じられた。現状筆に乗る1206年のチンギスカンの第二次、即位時の更新表では、第51位に数えられ、千人隊長の地位を与えられた。1216年、17年にスブタイは、 アルタイ山脈で再起を図っていたメルキトの討伐を命じられ、鉄車を用いて注意側で勝利を収めた。さらに、敗走するメルキト残党を追ったす部隊は、キプチャク草原に入り、同じくメルキト残党を、自国領から排除すべく北上してきたアラーウディーン、率いるホラズム軍と、カンクリ族の住まう力組にて遭遇した。この、 カラクムの戦いにてス部隊は一文剣隊ながら、国王自ら率いるホラズム聖英軍と互角の戦いを繰り広げ、引き分けに持ち込んだ。この一戦を通じて、モンゴル側は、ホラズム軍の実力を見極めて、自信を深め、逆に、ホラズム側は野戦における、モンゴル軍の恐ろしさを思い知り、以後の両国の戦略に、多大な影響を与えたと評されている。 1219年からのホラズム社長の遠征においては、ジェベと共に、ホラズム王アラウディーン・ムハンマドの追撃を命じられ、彼を追って、西に進んだ。スブタイは、ホラーサーン地方に進んで、ホラーサーンから、クーミスに至る地域に点在する都市を略奪し、モンゴル軍の略奪や、破壊の利益に預かろうとする軍人やならず者たちが、スブタイらの軍に加わっていった。 スブ隊は例で行動を別にしていたジェベと合流して街を略奪し、アラーウッディーンが逃亡したマーザンダラーンに侵入する。スブ隊たちはゴムを略奪し、ガズビーンでは占領後に住民たちからの攻撃を受け、およそ4万人の民衆を殺害した。1220年12月にアラーウッディーンはカスピ海上のアバスクンジまで没するが、スぶたとジェベは ムハンマドの死を知らないまま進軍を続け、アラーウッディンの逃亡先と推測した北イランと南コーカサスに攻撃を行った。アゼルバイジャン地方に進んでこの地を支配するイルデニズアサを屈服させ、隣接するグルジア王国を攻撃する。グルジア攻撃は1220年から1221年にかけての冬に行われ、春になると、 スブタイラはアゼルバイジャンに戻っているデニーズは朝から物品を徴収した。追撃隊はマラーガ、イルビル、ハマダーンなどのイラン・イラク北部の都市とアゼルバイジャンを襲撃するが、タブリーズでは市民の頑強な抵抗にあって退却する。1221年10月にアルラーン地方のバイラカーンで虐殺を行い、アルラーンの中心都市のギャンジャに迫るが、 ギャンジャの市民が戦闘に長けていることを知ると効能を受け取って退却し、再びグルジアを攻撃した。1222年後半にスブタイラはデルベントを越えてカフカス北陸に到達し、現地に居住するアス人、レズギン人、チェルケス人、キプチャク人の連合と衝突した。モンゴル軍はキプチャク人を買収して連合軍を破った後、残った。 キプチャク人を攻撃して、彼らの居住地である、キプチャク草原に侵入した。キプチャク人はモンゴルから逃れるために西方に移動し、キプチャク人の族長の一人コチャンはギフであるガーリチ、コウムスチスラフに助けを求めた。ムスチスラフは、コチャンの要請に応え、キエフに、ルーシ諸侯を集めて、連合を結成した。1223年5月31日に、 カルカカ藩で、スブタイ、ジェベは、ルーシ諸行、キプチャクの連合軍と戦い、対勝を収めた。カルカカ藩の戦いは、モンゴルとヨーロッパ世界の間に起きた、最初の軍事的接触であり、後のモンゴルのヨーロッパ侵攻の動機になる。カルカカ藩の戦いの後に、クリミア半島に侵入し、交易都市として繁栄していたスダクを攻撃した。やがてスブタイたちは、 ボルガ川を北上して、ブルガール地方に到達する。ボルガブルガール人から強固な抵抗を受け、スブタイらは東方に帰還し、イルティッシュ川流域で遠征の帰路についていたチンギスと合流した。スブタイ、ジェベラが率いたモンゴル軍の情報と噂はルーシを経て、ヨーロッパに伝えられた。1228年からオゴデーカーンが実施した近遠征には、 スブ隊も従軍した。1232年のみぶ山の戦いでは、トルイと共に、ワンヤンアイたち、ワンヤンチンオショーらが率いる金の軍隊に勝利を収める。同年4月にスブ隊は、オゴデイの命令を受け、皇帝のワンヤンヤスシ皇族がこもる弁慶を包囲する。オゴデイから降伏を勧告された。 ネイ高速はモンゴルに人質を差し出して和薬の締結を求めたが、ブタイは和兵の締結は自分の感知するところではないと答えて攻撃を続けた。モンゴル軍は投石機を使って城壁の周囲の堀を埋め、牢や櫓を破壊した。しかし、守備隊が使用した火薬兵器の進展がみなりと飛び火やりによってモンゴル軍は城内への侵入を阻まれ、 5月に、包位を解いて退却した。1232年8月に金とのは平交渉に、当たっていた、モンゴルの使節団が、金の兵士によって殺害されて、講和は決裂し、ブタ隊は再び、弁慶の攻撃に取り掛かり、1233年に、ブタ隊は、ネイ高速が脱出した後の弁慶に二度目の包位を、敷いた。木内は、 食料と物資の欠乏に見舞われ、金の将軍の再立によって弁慶は、モンゴル軍に明け渡された。弁慶の陥落前、すべたは事前に、城の攻略に際して、自軍の兵士が多く負傷した報復として、町で虐殺を行う許可を御礼に求めていたが、リツ素材の制止によって、金の提出の人間のみが虐殺の対象となった。 1235年に開催されたクリル隊においてヨーロッパ遠征が決定されるとス部隊は軍事能力と長年にわたる従軍経験を評価され遠征の総司令官を務めるバトゥの副官に任じられたこの時のヨーロッパ遠征ではス部隊がバトゥに代わる実質的な総司令官を務めていたとも考えられている1236年春にス部隊は ブルガール地方を攻撃し、ブルガールの族長たちを屈服させる。1237年から1238年に、かけ、遠征軍は、リャザン、ウラジーミル、スーズダリ、トベリなどのルーシの都市を陥落させた。ス部隊は、略奪によって、食料を集めながら南下し、ドンカハ半で兵士に休息を取らせた。 モンゴルへの服従を拒むカフカスの民族が制圧された後に遠征軍は抗軍を再開し1240年にキエフを破壊する。スブタイの軍はモルダビアを抜け1241年にハンガリーに侵入したバトゥの本隊と合流した。モヒの戦いにおいてスブタイはハンガリーをベーラ4世が率いるハンガリー軍に勝利を収めた。同年に オゴで絵が没するとヨーロッパ遠征は中止され、ブタイは東方に帰還した。ブタイは帰国後に、午後で没後に開催されたクリル隊に参加した後、トゥラカハンに与えられた遊牧地に居住し、1100の不幸を有した。死後、カナン王に追風された。ありがとうございます。